皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日はですね、はい、こちらにもう見えてますけど EV スコープ2をご紹介したいと思います。まあ、どんな人でもディープスカイオブジェクト、天体写真のような映像を楽しめるっていうことで話題の天体望遠鏡なんですけども、これね今ねニコンさん扱ってるんですよ。はい、で今回ニコンさんからお借りしました。去年私 EV スコープイクイノックスっていう天体望遠鏡を紹介させていただいてるんですね。で今日は EV スコープ2なんですけど、何が違うかというとですね、ぐるっと回すとここに接眼レンズがついてるんです。接眼レンズ、去年レビューした EV スコープイクイノックスっていうのは、このスマホとかタブレットで操作してこの中で天体写真の画像を楽しむっていうものでした。で実際覗くっていうことはできなかったんですけど、この EV スコープ2はですねニコンの接眼レンズがついちゃったっていう機種なんですよ。だから、実際に撮れたものをニコンの接眼レンズでこう見ることができるっていう、そういう天体望遠鏡です。で実際操作してみたらね、めちゃめちゃユーザーインターフェース変わってんですよこれびっくりしたんですよ。最近変わったんだって。私みたいに慣れてる人はわかるんですけど、そうじゃない人はめちゃめちゃ戸惑うと思ったんですよ。だから今日はこの EV スコープ2の新しいアプリのインターフェース、ユーザーインターフェースを使ってこの EV スコープ2を操作するっていう動画をご紹介したいと思います。じゃあ行ってみましょう。月とか惑星とかは楽しいんですけどね、淡い星雲星団とかを見るときっていうのはどうしても家庭用の天体望遠鏡では若干淡めに映るんですね。まあ、それでも十分綺麗なんですけども、天体写真みたいなものを最初に見てそれをイメージしている人が見ると、へえこんなもんなんだ、へえで終わっちゃうっていう、そういう楽しくも寂しいジャンルなんですよね。でこの EV スコープはそうではなくて、もうがっつり天体写真みたいな画像がリアルタイムで楽しめますよっていうものでして、基本的にはですね操作は全部アプリから行って、難しい設定とかはあんまりないです。三脚のようにこの望遠鏡を立てて、あとスマートフォンがあればもうあとは勝手に設定してくれるっていう、めちゃめちゃ画期的なやつなんですね。今晩晴れそうなんですよ。自分のベランダからその操作する様子っていうのはお届けしたいと思いますんで、それでは実践編に行ってみましょう。 EV スコープ2を設置します。で夜なので、静かめにやろうと思うんですけど、じゃあまず電源入れてきますわ。私の自宅はですね開けてるっていうほどでもないんですけど、一応南側が見える仕様になってます。 Wi-Fi ですよねを EV スコープと接続します。 EV スコープ2、はい、うん、 OK だね。でユニステラーのアプリを起動します。そうすると全然違う画面が出てきました。これびっくりしますよね。ピント合わせなきゃいけないんですけど、この望遠鏡ボタンを押してですねピントが合ってるかどうか確認をします。今ここの画面に、星空が表示されてます。今晴れてるのでちゃんと映ってますね。後ろのダイヤルを回すとピントが合いますの で精度よく合わせるときはこのバーチノフマスクっていうのを望遠鏡の前につけて、ピント合わせします。今ピント合わせしていきます。で次動かすんですけど、あの EV スコープ2で天頂真上向いてると苦手みたいですよ、そこの辺の星を検索するのが。なのでちょっと傾ける必要がありますんで、ここで移動するを選択します。なのでこの丸をやると下にやったり右に左にやったりすると、望遠鏡 EV スコープ2が動きます。で夜でちょっとうるさいなっていう時とかこまめに動かしたいというこのスローモードっていうのを
やるとゆっくり動くようになりますから、とりあえず、まあ、45度ぐらい傾けてみますか。こんなとこでいいですかね、はい、でこれで角度を決めたら戻るっていうふうにやって、 EV スコープの向きっていうのが分かりますね。ここペッとやります。そうすると GPS と時間の同期待機中って出ます。あ、来ましたね。でオリエンテーションが進行していますってなると、こう位置合わせをしてくれてる状態になりますから、これでしばらく待つと今あなたがここを見てますよっていうのを解析してくれてる状態です。お、オリエンテーションが正常に行われました。はい、これで望遠鏡はどこを見てるか、 EV スコープ2がどこを向いてるのかっていうのも判別できるようになりましたので、ここで真ん中の本のボタンを押します。はい、でもう見たやつ見に行ってください。ですね、今だと何見えるのかな、アンドロメダ銀河見えるんですかね。アンドロメダ銀河行ってみましょうか。この M31 アンドロメダギャラクシー、これ行ってみます。ちょっと夜なんで、あの声小さめで喋ってますけど、ご了承ください。はい、そうするとアンドロメダギャラクシーへのスルー、M31 アンドロメダ銀河に向かって今 UV スコープ2が動いているところです。ちょっとずらして位置合わせして、ちょっとずらして位置合わせしてみたいな感じで、自分が今どこにいるのかっていうのをこう、確認しながらアンドロメダへ向かっております。まあちょっと時間がかかるんでね、この UV スコープ2が位置合わせをしてる間は、まあ、こういう iPad なり iPhone なり置いて、まあ、ちょっと休憩したりとか、なんか違うことやって時間を潰すっていうのもいいと思います。おー、入ってきたよー、入ってきたよ。これすごい技術だよね、ほんとね。相変わらずこんな一発で入るなんてさ、 0.8、1.0、3.0 でこう倍率が変わりますんで、はい、うわー、ど真ん中来た。うん、でこれで導入は完了しました。でここまで来たらエンハンスドビジョンを行います。左の星のマークですね、これを押すとエンハンスドビジョンになります。時間が経てば経つほど綺麗によく見えるようになります。でこれと同じものがあのニコンの双接眼レンズの中で見えてるはずなんですね。それもね、後でちょっと楽しみたいと思います。あー来たね。あ、でもちょっとなんか上にずれちゃったな。まあいいか、ちょっと位置が出れたのでやり直したいと思います。これで星マーク1回タップして、でこれ移動するってやって、まあ、スローモードでこう下に抜けていくと、あ、逆だった。ちょっとずつ置きます。これ若干ね、反応が遅いです。はい、これで真ん中にやったので、ここでエンハンスドビジョンをもう一回かけたいと思います。画像がフォトギャラリーに保存されちゃった。あの1回エンハンスドビジョンかけて、それを終了するとその画像が自動的に保存されるようになっています。で保存された画像がね、こういう丸でこう囲ってね、これはどういう天体ですよっていう、そのユニステラーのレイアウトで記載されたものと、これはないものと2つ入ってます。画素サイズが 2800×2800 って書いてあったから、おお、そんなこと言ってる間にこんなにでかくなってた。これすごいね、32秒でこんなのやってるんですよ。32秒でこれで待てば待つほど、この映像が綺麗に見えるようになってきます。でここで、ちょっとニコンさんのレンズでどういう風に見えてるのかちょっと見てきますね。見える見える見える。これスマホで撮れるかな、ちょっとスマートフォンに撮れるかチャレンジしていきます。ちょっとスマホで撮るのとは、若干映像に違いがありますけど、よく見ますね。はい、でこれ今ね3分はい、露出をしたところで3分露出しました。で、まあ、ここまでにしておきましょうか。これでエンハンストビジョンをオフにすると画像が自動的に保存されます。
SNS とかにアップしたりして、楽しむこともできますよということで、ね、でこれ保存が終わるまでちょっと待ちます。すぐはね動けないんですよ。次ね、あの土星見てみようと思うんですよね。今ね土星見えるんですよね。でここの種類ってところをタップして、で惑星にチェックを入れて、フィルタリングする。そうすると惑星がいっぱい出てきました。はい。で、サタンですね、土星を選択して移動してみましょう。さて惑星はどんな風に見えるのか。土星は明るいので、こう視野に入ってきたら急に明るいものがこうドンと入ってくると思うんですけど、来た来た来た、これこれこれ、来た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 よ来たよ来たよ。はい、 GoTo が終了しました。おお、映ってる。さすがにちっちゃいけどさ、これめんこいねこれね。うわー、これ土星ですよ。土星を見ることができました。でも惑星はね、明るいせいかエンハンスドビジョンかけてもあまりなんか効果が感じられないという、そんな感じでしたね。だからこのままこうカメラマークを押せばこれ保存されます。あの次月見てみようと思うんですよ。この間見たらねすごい良かったんだ。ムーン惑星今も見えるのかな。あ、今のニコンの接眼レンズで見忘れちゃった。どうせこの EV スコープ2で見る月ってなんだろう、ちょっと普通の天体望遠鏡で見るのと違いますね。いやまあそれがいいんですけど、ドーンと入ってくると思うよ。ドーンと壁に邪魔されてるかなと思ったけど、一応見てるんで、これなんか下の方明るいじゃないですか。なんか下にもしかして移動してったら、あ、来た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 、今ちょっと明るくなったね。月はすごく明るいから、もしかしたらジャストでこうやっていられないのかもしれないですね。そうか、月の周りは明るいから星が見えないのか。おお、来た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 よ。来た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 。はい、月が入りました。月がどんな感じ？これ明るさ合わせてくれる？おお、すごい。ちょうどこう半月だね。あれ？こう満月を過ぎたから、そうだね。ちょうど今日下弦ですね。下弦の月です。この辺のクレーターが、これさ月面 X とか見たら結構面白いんじゃないのこれ。ねえ。じゃあちょっと接眼レンズ見ていきますね。面白い面白い。これもちょっとスマホで撮っとこう。結構スマホでも映りますね。このまま画像を保存と、ポチッとカメラマークを押すと保存されます。うん、フォトギャラリーに保存されました。はい、という感じで使います。EV スコープ2の、新しい UI の操作方法をお伝えしました。最後はこの歯車マークを押してマイテレスコープっていうね、こういう画面でマイテレスコープを選択して、これでパークっていうのに押すと、これ望遠鏡を収納位置に戻しか電源を切りますっていうふうにやると EV スコープ2が元の位置に、コンポジションに戻って、それで電源がオフになるという感じで操作は終了になります。はい、だから、EV スコープ2もしくは EV スコープイクイノックスですね、使っている方、ちょっと UI がいきなり変わってびっくりしちゃったっていう方は、ちょっとこう私の動画がまあ参考になればなと思いますので、やってみてください。じゃあスタジオに戻します。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあこんな感じで操作をします。あとやっぱこう目で見るってやっぱいいですね。没入感っていうのかな、こう全部がこうシャットアウトされた空間の中にこう天体が浮かんでるっていう、あの感覚ってやっぱり望遠鏡を覗くっていう行為じゃないと味わえないものだと思うんで、だからそこはねすごい良かったですね。で EV スコープ1見たことあるんですけど、
それと比べてもやっぱり EV スコープ2の方がより画像も鮮明でコントラストも良くて色づきも良かったです。ニコンさんの接眼レンズを使うことでシステムアップしてる、パワーアップしてるっていう感じの印象ですね。天体望遠鏡の機材ってさ、その細かいものがすごい多いんですよ。でネジ1本持っていかなかったら、そのネジがめちゃめちゃ重要で、あ今日もう写真撮れないみたいなことって本当にあるんですよね。でそれで私も痛い目いっぱいしてきたんですけど、この天体望遠鏡は三脚とこの望遠鏡本体とタブレット、スマホがあればもうそれで完結しちゃうので、基本的になんか機材の持ち運びってめちゃめちゃ楽ですよ。失敗することがないんで、そういうところもいいっすよね。この機材60万ぐらいするんですよね。非常に高価な天体望遠鏡です。これと同じことをしようとした時に、大体ね、そうだな、今だと15万円ぐらいあれば多分同じことができる機材って揃うんですよね。ただその機材を使いこなす、同じことをするには専門の知識があって、その機材の使い方を覚えていて、専門の機材を揃えて何が必要なのかって揃えていかなきゃいけない。このなんかタブレットとかパソコンのモニターとかで見る、天体の観察方法の楽しみ方を電子観望って言うんですけど、その電子観望機器を扱っているメーカーさん各社、敷居を下げようと頑張ってらっしゃるんですが、やっぱりお買い物の敷居っていうのも高いし、機材の使い方を覚えるのもやっぱりね、まあ初めての人がやるってなるとね、結構難しいんですよ。だからある程度慣れた人がやる趣味なのかなっていう感じは今のところ自分はしてるんですよね。要は、まあ、星綺麗だよね、見れたらいいよねっていう、そういうカジュアルに星を楽しみたい人、そういう人にとってはこの EV スコープっていうのは本当画期的な機材じゃないかなと思います。先ほどお見せした通り、手軽に星空の観察を楽しめて、まあ、難しい操作とかほとんどないです。アプリの使い方だけを覚えれば、でみんなでこうシェアして楽しめるっていうね、ものすごくカジュアルですよ。だからまあ画期的って言われてるんですけど、そういう楽しみ方ができる天体望遠鏡です。だからまあ、ね、お値段は高いですけども、そういうところにまあ価値があるっていう方には素晴らしい天体望遠鏡じゃないかなと思うので、皆さん概要欄にニコンさんの URL 貼ってますから、もしこの機材欲しいなっていう方は、ぜひそこからご購入いただければと思います。今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。